みなさん、こんにちは。私はダン・カロリンです。えっ、ー、と、アイオワ州のケネリー高校で日本語を教えています。今日は第3のビデオは、はえっ、ー、と、まあ、第3の AP ライブのビデオですね。えっ、ー、と、今日のトピックは、えっ、ー、と、漢字と、えっ、ー、と、カタカナの tips とかね、えっ、ー、と、 まあどうやってもうちょっと勉強するとかね。えっ、ー、と、いろいろな、まあ、先生とか生徒と話すときに AP の試験は、時々、あの、漢字とか、えっ、ー、と、まあ、買ってからもね、えっ、ー、と、ちょっと難しくて、えっ、ー、と、だからこ、このビデオで、えっ、ー、と、いろいろな、えっ、ー、と、ティップとか、えっ、ー、と、まあ、勉強し方とか、あのー、一緒にちょっと勉強しましょう。いいですかじゃあ、 えっと、まずみんな、どこにいますかえー、っと、教えてください。いろいろな人いますからね。えー、っとだからあのあ、ごめん、このペアデックのジョインコードを、えー、っと、ね、このペアデックに入ってくださいね。ジョインしてください。ちょっと待ちましょうね。 Red formed. 何それもう少し待ちましょうね。えー、と何州にいるかな他の,の国にいるかなアメリカだけじゃなくて、い、え、ろ、ーね、んな国いるかもしれませんね。 僕のところにいるかもしれませんね。あ、またやっぱりカリフォルニアが多いみたいね。あと、何そのカナダの人、また来ましたね。はい。よかったですね。えっ、ー、と、たぶんトロントかなかその辺ですね。私は、すごい、なんか、えっ、ー、と、いろいろ、お おおすごいカリフォーニアはやっぱりやっぱり多いですねカリフォーニア自分の愛報衆から誰も聞いていませんけどね残念ですねちょっとちょっと見ましょうねえー、っとやっぱり今日またカリフォーニアの勝ちですイェーイカリフォーニアえー、っとあとやっぱりあのバージュニア州とかなんかワーシュン DC の近くかなねえー、っと誰か あちこち <laughs> かなえー、っと、すごい。なんか、やっぱり、真ん中、メカの真ん中,中西部は誰もいませんね。残念ですね。<laughs> 誰か決められませんみたいね。決められないかなえー、っと、はい、じゃあ、あのー、じゃ漢字をいろいろ、あのー、まあ、あの、今日の、あの、勉強することをちょっと見ましょうね。まあ、時、あのー、漢字を カタカナのクリニックのような感じで、えー、っと、まあ、あのー、ね、あの、カタカナの使い方とか、えー、っと、漢字の、なんか、まあ、やっぱり英語のプリフィクスとサフィクスは、ま、ちょっと違いますけど、でも、なんとなく、そういう漢字、あの,あのそ、そういうこともある、あの、かあ,のあ,のあるからね。えー、っと、で、やっぱり、あの、スキミングは、やっぱり、大事なスキルですね。えー、っと、全部読むじゃなくて、えー、っと、少しずつね、えー、っと、まあ、あの、あの、 スキミングしてえっと答えを分かるようになると思います。ね、はい、じゃあ次に行きましょうね。えー、っと、買ってかねてやっぱりみんなしてるのは外来語ね。えー、っと、まあ,あの、北の国の言葉から来るまああの言葉は多いですね。で、やっぱり英語は一番多いですね。あの、 人の名前とか場所の名前、音楽と映画に関係あるとか、あのスポーツとか食べ物とかテクノロジーとかいろいろがありますけど、ね、それは、まあ、多分一番多いですね、えーと。英語の外来語ね。でも外来語だけじゃなく、まあ英語だけじゃなくて、他、えー、の国の言葉からね、えーと、ドイツ語、フランス語、ねえーと、オランダ語、ポルチガル語とかね、それは一番多いけど、他の国の,あの言葉からも、えーと、カタカナの単語が来ますからね。 やっぱりまあヨーロッパのいろいろなえと言葉から来ますね。まあ、その後は、やっぱり日本語の単語なのに、カタカナで書く可能性もあり,ああありますね。えっ、ー、と、なんかあの、サウンドエフェクスとかね、アナマラピエとかね、えっ、ー、と、まあ、時々動物とかね、あの植,物植物とかね、えっ、ー、と、それもありますからね。 あとは、一番なんか面白いのは、えっ、ー、と、和製英語ね。Japanese words created from English words.、ね、で、これは、these don't exist in English.Where where did this come from? とかね。えっ、ー、とそれ、それもありますね。だから、いろまあ、今日は、その、カタカナのいろいろな種類。だから、よくなんか、特に、えっ、ー、と、ある生徒はね、なんか、カタカナ見て、えっ、ー、と、すぐ、なんか、あ、これは英語の外来語だと思ってるけど、 もうちょっと広く考えてほしいと思いますね。えっ、ー、と、タカ,カを見るときね。じゃあ、えっ、ー、と、これはやっぱり、えっ、ー、と、まあ、左の方ね、まあ、もうちょっと 多分んみんなわかるかもしれませんね。えっ、ー、と、アルバイトみんなしていますね。イギリスもね。えっ、ー、と、アンケートね、Survey とか、パン、今やっぱりみんなしてますね。えっ、ー、と、ズボンとか、ウイルスね。えっ、ー、と、これはやっぱり英語じゃないね。あの、アルバイトはドイツ語とかね。えっ、ー、とこのはあの、これまあよく使う。ま、ああの、とかね。えっ、ー、と、コンセントね、エレクトリックアウトレット、ピエロの、えっ、ー、と、クラウン、グレンデ、スキースロープとかね、ブランコ、 とかシャボン玉、えっ、ー、とソープバえっ、ー、とノルマ、コーラ。ね。シャボン玉が楽しいね。<laughs> <laughs> はい。じゃあ、えっ、ー、とあとは、あのじゃあみんな、北の例がありますかえっ、ー、と英語じゃない。あの北のねまあヨーロッパとか北の国から。 あの来る単語ははいはい。どうぞ帰ってください。 ね、いろいろありますねあの。そう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 ね。えー、と英語だけじゃなくて、ね、他の国の言葉から来るからね、えーと。それ分かったらもうちょっとねあの読みやすくなると思いますね。もう少しは少し、どん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 あの答えが入ってきますね。 ちょ,っとちょっと見ましょう。見せましょう。一緒に見ましょうね。そうですね。パソコンって、まあ、大体英語なんですけど、えーとまあ、やっぱりそれはちょっとパーサナル、ね、コンピューターね。ね電子レンジとかね。えー、とちょっとカメラスたらね、えーと。それも、あの、 こっちから,から来ましたね。えー、っと、そうですね。えー、っと、ピザね。あの、多分あの、イタリア語の発音からね。ピッツァじゃなくて、ピザね。はい。じゃあ、みんなよくできました。あのー、はい。じゃあ、はい、次行きましょう。 で、和製英語もありますね。それは時々、やっぱりあの生徒たちは、なんかこれは不思議ですね。えー、っと、ねあの、この単語は、あまあ、やっぱり日本人もちょっとびっくりしますねた。一番多いのはね、やっぱりサラリーマンね。えー、っと、はビジネスマンですね。あの、まあ、サラリープラスマンですね,ね。ジェットコースターは、ローラーコースターね。あの、アプリは、まあ、あの、ね、あの、 スマホのアプリケーションとかね。えー、とねあの英語のフォトグラファーは日本語でカメラマンね。やっぱりカメラマンは英語と違う意味ですね。やっぱり大体なんかあのビデオのカメラですね。ストロールはベイビーカー、ね。ガソリンスタンド、ガス,ステーション、えーと。カーナビとかね。ゲームセンターね、ゲームアーケード。 えっと、次のはちょっとあの難しいね。フリーター、Job hopping part time worker。Not even a word for that in English ね。その英語は全然ないけどね。えっ、ー、と、まあ、フリー plus バイターのような感じですけど。えっ、ー、と、もう一つ、やっぱり、もうすぐですね。えっ、ー、と、ゴールデンウィークね。あの、late April, early May holidays ね。ゴールデンプラスウィーク。 ね、ということはあのーまあ、特になんか面白いあのサラリーマンは面白いね。何回もあの日本人の知り合いと話して、サラリーマンは英語じゃない。全然英語には。えー、そうですか、うん、日本は和,和製英語ですね。だから、まあまあ、大事なのは、えー、と時々、えーとまあ、そのあの読解ね、ね reading, reading comprehension に、えーと、こういうなんか和製英語もで出る可能性も ありますね。で、あのー、たまになんか、あのー、ね、動物としょ植物とか植物とかね、えっ、ー、と、plants and animals とかね、えっ、ー、と、ね、あのー、これもありますね。やっぱり一番多いのは、まあ、アナマラピーワーズにドキドキワクワクとかね、えっ、ー、と、でも動物もとかね、あのー、これも大事ですね。日本語なのに、カテカナですね。じゃあ 次また、えっ、ー、と、ちょっと、あの、これはどうですかこのカタカナの単語と英語の単語、あの、マッチングができますかちょっと線を書いて、えっ、ー、と、で、これは、特に最初、ね、全然一回も聞いたことなかったらね、えー、何これとかね。 簡単のもね、ちょっと難しいのもありますけどね。うん、みんなうまく答えています。 かな難しいかな ああすごいすごいなんかすごいなんか答えとかみんなまあすごくよくできていますねあ,あよくできていますね でもやっぱり、あのまあ、僕はやっぱり、時々なんかこういう単語初めて聞くのは、ね。えー、なんで <laughs> ねあのー、すごい、よーく、すごい、すごい。 いろいろなんか不思議なね、ありますけどね。ああ、よくできています。じゃあちょっと今、あの、少しずつちょっと、あの、その、答えを見せます。あこの人、すごくよくで,できていますけどね。<laughs> でも、なんか、最初は結構太い線で書い,書いてて、えー、っと、うんうん。 みんなよく、すごくよくできてよ、よく、よくできています。すごい。僕はなんか、あ,あの、本当に不思議なのは、7番のスマートス lim。最初、それ聞いてた。へえなんか、あの、やっぱり僕は頭がいいと思ってたね。アメリカ人だからね。ああ、そっか。やっぱりそれもうちょっとイギリスの英語ですね。ハンドルも、えっ、ー、と、車のスティーリングよね。 へーやっぱり僕のアメリカ人の頭の中でハンドルはまあバイスコーヘンドとかね、えー、とヘンドバーとかね。えー、とで、最初切ったのはやっぱり4番のマジックテープ。 Velcro? それはすごい名前ですね。<laughs> なんか英語で書いた方がいいと思いますね。Velcro は何も意味ないね。マジックテープはすごいですね。あのー、ね。ワンピースはドレスだから。それもなんかあのー、なんか水着ね。ベーディングしーツだと思ってたけどね。最初着てた時ね。えー、っとね。いろいろ面白いありますね。あのー カンニングもなんか僕最初それ聞いてて、ああ、不思議ですね、カンニングって。ね。ね、もう一つあのあの使わなかったけど、サボる。サボるってなんかスキップクラスですね。で、それも不思議ですね。サ,サボるのサボはもともとなんか英語のサボタージ。ね。で、ルーつけて新しい単語を作りましたね。 はい、じゃあ皆さん、よくできました、あのー。次、ちょっと漢字に行きましょう。漢字の時間です。僕はね、漢字のオタクです。漢字ナ漢字のオタクですね。えー、っと、ちょっと、実はね、僕、日本に行く前、日本語全然わかりませんでした。何も全然わかりませんでしたね。えー、っと、ヒレがノも。 カタカナも漢字も、えっ、ー、と、まあ、こんにちはとか、トイレはどこですか、そのぐらいなんか勉強したけどね、日本に行く前ね。えっ、ー、と、まあ、英会話の,あの,あの教師としての仕事として行きましたけど、全く分かりませんでした。で、ヒレガナとカタカナ勉強してそれか、それから漢字を勉強して、なんか漢字はすごく面白いね。で、本当に今でも、まあ、ちょっと漢字のオタクです。 ごめんね。<laughs> あのじゃあ、あのということは、漢字は、まあ、その漢字の力とかね、えーと、どうやって作るとか、あのまあ、もし,もしやっぱりあの日本人とか日系、まあ、人の場合は、まあ、ちょっとあの違うやり方があるけどね。でも だから今の話は、まあ、特になんか、あの、やっぱり僕と同じように、えっと、母国語は日本語じゃないとかの、の人の,、まあのやり方とかね。えっと、まあ、うちの子供も、えっと、まあ、妻は日本人で、子供は、えっと、子供の時から、あの、漢字を勉強してたけど、僕の場合は、えっと、大体なんかその、radical とかね、えっと、element とか、なんかそれを勉強して、なんかちょっと、あの、まあ、ものを作る、ちょっとネーマニックデバイスをよく使ってて、えっと、 勉強していますも。まだ終わってませんね。えー、っと。で、あの、まあ、時々なんかその、カンパウンね、えー、っと、実行とかね、えー、っと、それ、まあ、あの、本当なんか見て、ああ、すぐその意味は、まあ、はっきり分かると思いますね。で、やっぱりその、一番目の漢字が、まあ、あの、まあ、あの、最初の漢字と最後の漢字はちょっとなんかヒントもありますからね。だから、で、やっぱり、カンテクストも大事ですね。 えっと、例えば、えっ、ー、と、まあ、みんな、まあ、この漢字多分見たことあると思いますけど、AP だからね。でも、あの、まあ、特に僕の、えっ、ー、と、まあ、まあ、僕はよく生のアドバイスを使ってて、あの、その、それぞれの部分ね、えっ、ー、と、まあ、ラデコとか見てて、ちょっと、あの、話を作りましたね。だから、Rain と Broom は、えっ、ー、と、Well, Snow is rain you can sweep with a broom, とかね。 そっちの方が簡単ですね。えっと、water plus person plus mother ってね。えっと、やっぱり、person plus mother は、every ね。Every person has a mother って。えっと、add water, ocean,、ね、sea. Every drop of water comes from the sea. まあ、これ多分見たことあると思いますけどね。えっと、でもまあ、全然、こういうことをまあしたことない人に、あのまあ、そういう人に言ったら助かると思いますね。えっと、stop a little, walk stop for a little break while you're walking, enjoy the flowers, とかね。そういうあの話を、まあ、頭の中で作りましたね。えっ、ー、と、まあ Ricefield、これも brains <laughs>、ね。ね。Ricefield だけじゃなくて、タだ,だけじゃなくて brains。Bra ね。Heart. えっ、ー、と、think.You gotta use your brains and your heart when you really think, とか。そういうねあので。だからあの、でも、やっぱりこれより難しい感じもあるね。複雑な感じも、まあ、あるけど、あの、 特になんか、あのー、それぞれの部分ね、えっ、ー、と、ラコとか見てて、えっ、ー、と、話を作れば、もうちょっと読みやすくなると思います。で、次は、あ、ごめん。あのー、これです。<laughs> 質問ですね。すみません。えっ、ー、と、じゃあ、何か、あのー、ネマネックデバイスありますかちょっと、教えてください。 えっと、だから、いつもなんか僕は漢字を見てるときに、まあ、漢字見てるときに、特に難しいのはね、えっ、ー、と、その全体じゃなくて、ね、か、その三つか四つか5つの部分ね、えっ、ー、と、うん、あの、ね、そうそううそ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 う、いろいろ、うん、そうですね、いろんな、 いい答えがありますね。あの、だから、それは、まあ、やっぱり、もうちょっとね、漢字を勉強したかったら、ね、もうちょっと習いたかったら、えっ、ー、と、そういうふうに勉強したら、もうちょっと簡単になると思います。うん。

左の方はね、馬ですね。だから、うん。さあ、えー、っと、次、行きましょう。で、あのー、よくあるのは、まあ、あの、なんか似てる感じがあるけど、えー、っと、ね、でも、 一番大事なのは、そのなんか似てる部分じゃなくて、まあ例えばそのその違うところ、なんかね。だから、お寺はなんかあのたくさん漢字に出るでしょだから、そのお寺、ちょっと、まああ,あじゃあお寺ある。じゃあそれを無視して、えっと、お寺プラス、 えっと、sun は何 ?time とかね。えっと、ということは頭の中で、えっと、お手でプラス go は wait ね。お手でプラス hand は carry hold とか何かあの話を作ればいいと思いますね。ゲイツ、はい,いや、ゲイツがありますね。えっと、ゲイツ u s sun は between、ゲイツ s mouth は ask or problem とかね。ゲイツ l u s ear は listen or hear。ちょっとなんか、えっと、隣の家のゲイモーンにあの耳つけてちょっと聞きますね。 えーっと、ということは、あの、そういう、なんか本当に似てる。特になんか、これはよく間違えやすいね。あの、待ちますと持ちますわね。だから、その最初の左の方ね、えー、っと、を見てて、そっちは大事ですね。えー、っと、それは、まあ、えー、っと、とても大切だと思います。えー、っと、じゃあ、 次は、これですね。まあ、これは本当の、まあ、英語のプリフィックスと違うけどね。でも、最初は、まあ、あの、これ見てて、その単語はなんとなく意味がおもうちょっとわか,かりやすくなりますとかね。あの、ムーとかブー、n g w i t h o u t とかね。フーかブノー、あ、ナットね。ヒー、アね。だから、えっ、ー、と、無理とか、無料とか、 あの不安、ねえーっとね、非,非常口、ね、とかね。やっぱり、self の,の感じね,、えー、っとね。自動的とか。次のはなんかとても大切な、いい、ね、スタ t i n g p ポイント。これいっぱい,なんかい,っぱいあの看板に出ますね。以上、以下、以外とかね。以前、以後とかね。えー、っと善もとても大事ですね。 全国、ネーションワイ、全席、王室とかね。えっ、ー、と、最も、えっ、ー、と、もうすね。だから、あの、まあ、あの、最初とか最後とか、えっ、ー、と、最高、the best とかね。えっ、ー、と、だから、その、そういう、なんか、ちょっと、prefix のような感じ見たら、あ、じゃあ、他のね、その、その漢字の意味、なんとなく、もうちょっとわかりやすくなると思いますね。 えっと、で、逆にね、あの、まあ、本物の suffix じゃないけど、えっ、ー、と、キは、やっぱり、having the characteristics, characteristics of, すみません、えっ、ー、と、歴史的とかね、個人的とかね、因って、uh, some sort of institution, some important place ね、えっ、ー、と、病院とか大学院、館ね、何か、そのまあ、building ね、 図書館、映画館とかね。えっと、まあマシン、ね、えっと自動販売機とかね。えっと、炊飯器、ライスクーカーね。えっと、おっ、おっ、ちょっとすみません。あの、漢字間違った。すみません。えっと、ごめん。ちょっと、あの、タイプがあります。あ、ごめん。ごめん。すみません。あの、で、この、 5つはね、えーと、みんななんか、あのー、ちょっと仕事に関係があるね。社、主、委員、課、長、ねえー、と医者、学者、ね、歌手とか運転手とかね、えー、と店員、あの駅員、ね、作家とかね、社長、校長。だから、あのー、やっぱり、特にその、長はやっぱりその一番上の人ね。長いという感じね。 えっと、長くいますからね、その仕事でね。えっ、ー、と、とか。だから、あの、まあ、あこれも、あの、とても大事だと思いますね。いいですかでも、そう、これも、まあ、あやっぱり大事なヒントですね。これ、あいや、そうそうそう、そうインってなんか、インスティューション、カーはああ、ビルディングとかね。で、特にこの仕事のはね、えっ、ー、と、これをかれば、えっ、ー、と、その、 読解の部分ももうちょっと,、えー、と分かりやすくなると思います。さあ、次に行きましょう。えっ、ー、と、ちょっと練習しましょう。いいですかこれはちょっと時間かかりますから、えっ、ー、と、まあ、あの、でも、えっ、ー、と、まあ、これを読んで、ちょっと、あの、 あのまあ、まずちょっと質問を読んで、えっと、その答えをちょっと探してみてください。いいですかはい。じゃあ。まあ、ここはタイトルとか、えー、とどうぞ読んで。 今静かにしますみんな読んでますから どうですかえー、っと。じゃあ答えは、答えを見,見せましょう。はい、じゃあ正解は、あの、decreased by more than half で、えー、っと、ね、あの、10年前の8万人に比べて、去年はその半分以下だったそうだ。 More than half, decreased by more than half. Which of the following factors was mentioned in response to this survey? どうかな? あまたごめん。またなんかタイプありますね。Scholarships で。<laughs> 英語のタイプもあります。すみません。<laughs> どうかな えっとで、はい、じゃあ答えを見ましょう。えー、っと、はい、正解は、e、Effect of foreign study on future employment。はい、8人選びますね。えー、っと、ということは、あの、まあ、ここにありますね。留学したらいい会社に、 入れないね、えっ、ー、と22%がそう思いましたじゃあ次えっ、ー、とすみませんなんか3番目の質問はちょっとあごめんはいはいじゃあ3番目にいきましょう What did the author do in order to study abroad? ちはやっぱりちょっと難しいね。これはちょっと r i c キ y ですかな。r i c キ y じゃないけどね。もやっぱりよく読まなきゃいけないね。はい。よくでもよく答えています。みんな。はい。よくできています。はい。じゃあ、答えを見ましょう。はい。えっと、正解は、tutored for three years。tutored for three years で、えっと、ここにありますね。 えっと、やっぱり、ドイツは1年間留学するために、right? In order to study in Germany for a year. えっと、小学生に勉強を教える、勉強を教えるね。えっ、ー、と、まあ、tutoring。アルバイトを3年間続けたね。だから、えっ、ー、と、正解は、えっ、ー、と、taught for three years、tutored for three years。はい、次に行きましょう。 あすみません。こあの、せんぱくないですね。ごめん。えっ、ー、と、じゃあ、これちょっと、あの、答えを見せますね。<laughs> ねえっ、ー、と、What does the author suggest changing? あの、ちょっと、ペアデックのクリッチがありました。だからもう見せていますけど、どうぞ、頑張って答えてください。 えっとねそのカセにあるからね。What should change? 何がはい。で答えを

Goban, what does the author hope for in the future? 難しいかな、まあ、これは直接言ってないけど、ちょっとインフレンスですね。どうかなどん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 答え入ってきますね。よかった。 でやっぱり、なんか、大事なのは、あの、ね、hope for 何がいいかなこれから。はい、よくできました。えっと、正解は D ですね。An、improved education system ということは、 えっと、みんなよくできていますね。はい、すごい。あのね、そして今の教育システムが、えっ、ー、と、それをサポートできるようなように変わることを期待したいね。えっ、ー、と、はい。じゃあ、まあ、これはちょっとインフルンだから、もうちょっと難しいと思いますけど、もう一回、えっ、ー、と、練習しましょうね。もう一つの例を見ましょう。 えっと、次はこ、ね、これでこれは、ショートストーリーね。これは、フィクショナルストーリーね。リポーティングとか、あのジャーナルズムじゃなくて、えっ、ー、と、ケニチという男の子の話なんですけどね。 こっちの方がもうちょっと難しいかな、うん、答えはどん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 入ってきて、ようまくできてます。すごい。 えーっと、それで、じゃあちょっと見ましょうね。えー、っと、ね、正解は B ね、unmotivated。unmotivated ってどこにありますかえー、っと、ここです。いつもやる気がなかったから、親に宿題しなさいと言われるまで、ね、えー、っと、しなかった、あの、 までしなかったね。宿題もあまりしなかった。はい。だから、あの答えは、えー、っと、ね、unmotivated。じゃあ次に行きましょう。Why was he envious of his friends?Why was he envious of his friends?Hmm。 みんなよくできていますよ。すごい。They oh, did not have to study. They had money. They were popular. They had future plans. They had future plans. They didn't have to study. じゃあ、正解は… えっと、they had future plans. ね、正解は they had future plans. ね。えー、っと、ということは、えー、っと、どこにあるね。えー、っと、何をしたいのか、えー、っと、ねあの、分からなかったから、それが分かってる友達がうらやましかったね。みんな分かってるけど、僕はわかりません。Right. 次、行きましょう。 How did he feel when he saw a kumataka, a large hawk? Yeah, buddy, kumataka. I think we should look for it. ああすごい、すごい。答えはみんな、今みんな合ってます。すごい。一番下見てください。<laughs> 一番下。最後の、最後のライン、ね。はい。はい。すごい、すごい。 一番最後の、ね、文章、ね、最後のセンテンスを見てください。じゃあ、正解は Excited。Excited、えー。ということはあの、ここね、大きい熊高いに。 であったときには、嬉しくて、ドキドキした。はい、すごい。ね。えー、っと、じゃあ次。4番。あと2つですね。4番。What did he begin photographing in the mountains?、Hmm. やっぱり大事なのは山の漢字を探してください。 それからあるかなあなんかいろいろなカタカナありますね。ね何かな trees, animals, flowers, waterfalls. 全部山にありますね。木も動物も花も滝もありますから。で、じゃあ、正解、えー、っと、ちょっと見ましょう。正解は、はい、正解は、アニマルズ、動物でしたね。えー、っと、ということは、あの次のスライドを見て、ね、えー、っと、鳥だけあのではなく、えー、っと、リスやキツネなど、いろいろな動物の写真を撮り始めた。 はい、すごい、すごい、すごい。みんなよくできていますね。はい、じゃあ最後の質問は、What is the message in Kenichi's photo albums? なんだろうね、これも大事なカタカナを探したらね見つけたらねあのど質問あの答えはどこにあるか分かるようになるねすみません喉乾きました <laughs> いいですか あ、答えすごい、すごい、すごい。はい。ね。正解は C、Environmental Conservation。はい。よくできました。<laughs> はい。よくできました。えー、っと、で、ここはね、あの、 ね、ケイチの発表あの発表する写真中には、えっ、ー、と自然を大切にというメッセージを入れているね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、あの、ごあのメッセージ入ってるね。えっ、ー、と、じゃあ、あの、すごいですね。みんなよくできました。よくできましたね。えっ、ー、と、じゃあ、あの、今日の 要点は何でしょうか ?What's our takeaways?、ねえー、っとまず、えーっとね、カタカナは多いね、えーっと。英語の外来語だけじゃなくていろいろありますからね。それ、ね、覚えておいてくださいね。 えっと、で、その漢字の悪いこととかね、えっ、ー、と、使って、あの、まあ、難しい漢字、もうちょっとわかりやすくなると思いますね。えっ、ー、と、で、まあ、たまになんかこの漢字わからなかったらね、えっ、ー、と、それを、まあ、えっ、ー、と、ちょっとそのヒントを見て、あの、頑張って、えっ、ー、と、まあ、あの、読んでくださいね。えっ、ー、と、その、prefixed or s u b j e c t ね、えっ、ー、と、 あのそれも考えてくださいね。特に、まあ、その仕事とかといろいろありますから、いろいろがありますからね、えっと。頑張って勉強してくださいね。えっと、で、やっぱりあの読む時、ねえっときにね、まずその質問を読んで、ちょっとあの答えを探してくださいね。えっと、そのねあの話とかあの全部読まなくても大丈夫ですね。別に 翻訳ね、translation し,しませんからね。えー、とただあの、答えを探して頑張ってくださいね。みんな、これからも、ね、頑張って、you got this, you can do it, you'll do great ね。えっ、ー、と、それでは、えー、とここで終わりましょう。さようなら。